めてて。やべえ、出した。はい、質問です。ちょっとね、俺ね、ちょっと、ね、やりたいことあるんですよ。やりたいことじゃなくて、まだメッサのクラブも直したりするの。ちょっとこれだけで。いや、だからいいよ、やりながら聞けよ。はい。金太郎さん。金太郎さん、はい。小暮氏もピッチングエッジの転がし苦手なんですね。私も苦手、緩みそうだからっていう感覚わかります。同じ感覚です。よく聞いてますね。小暮氏のバンカーショットぜひ見せてください。できればボールの位置やフェイスの開き具合なども解説していただけたら嬉しいです、ということで、これ後で実践やろうね、はい、バンカーショット、はい、でも小暮はね、基本的にバンカー開かないもんね。開きますよ、何勝手に決めつけてる。全然、もう普通の状態だったらまず開かないのは基本ベースでしょ、小暮の。そんなこと言ったらね、開きすぎなんですよ俺はね開きすぎ。だって俺、開くのが当たり前だもん。だって、あんだけ開いたって嘘にこう閉じてくるんだからさ。いや、だから、うん、いや、そういうことよ。俺、どちらかってたら、こうやってたらこうやるタイプだから。え？じゃなくて、こう構えてたらこうにやるタイプだから。顎出すタイプね、うん、あ、それはある、そういう打ち方もあるもん。いろんな打ち方、俺みたいな、そういう引き出しも開いといたらこう閉じてくる打ち方も、引き出し上げるよ。2年前までバンカー入れたら終わるって言ってたのにさ、ほんと2年前までバンカー出なかったんですからね。いや、出ないことはないよ。でも嫌だったでしょ。嫌だった嫌だった、ほんと嫌だった。それはもう、それは認める。認めるでしょ。バンカー入れたくなかった2年前、3年前ね。そうそう、そんな感じ。2、3年前は、うん、もうでもここのとこ別にバンカー気にならないもん。バンカーでもまあ、いやっていう感覚だ。だから、これ金太郎さんのやつはまた後ほどね、小暮のバンカーショットね、はい、やりましょう。まあ、実演もね、結構溜まってっからね。顎の高いバンカーもあるから、いろいろとね。はい、はい、続きましてハンデー16さんです。いつも楽しい動画ありがとうございます。メシアイプロのウェッジのイメージで明後日の練習しています。久しぶりの質問させてください。昨年長尺の中古ドライバーに変えたのですが、必ずと言っていいほど左に引っ掛け天ぷら、OB がラウンドでも練習場でも出ます。原因は外から鋭角に入ってくるためだと思うのですが、 45.25 インチのそれまでのドライバーでは天ぷらは出ても左に引っかかった天ぷらは出ませんでした。長尺ゆえの症状なのでしょうか。お二人の意見をお願いします。これは 46.75 の SR、 トルク 4.5、 総重量298です、ということで、ちょっとシャフトがやばい状態でこうパカーンって効いちゃった状態だもんね、左引っ掛け天ぷら。だから左に引っ掛けてるってことは、ちょっとこうやって使っちゃってるのかな、ちょっと遅らしてないのかな。だから本来長尺は遅れなきゃいけないのか。長尺はもう右にスライスに、なんていうの、遅れなきゃいけないの、遅れてないから、うん、だから長尺なんだけど、長尺の打ち方してないってことだよね、この人ね厳しいっすね。いや、そういうことじゃん長尺だけど、今までと同じ長さのタイミングで振ってるってこと。そうですね。だから怒りたくないもん。もっと遅らしていいと思います、僕は。そうだよね、うん、引っ掛け天ぷらで、まあ、SR、別にこれ柔らかいのが問題ってわけではないか。ただ、パンとヘッドは合わせきてるってことでしょ。だって宮下さん、あんなグニャグニャ、ね、うん、あれはもう、だってどう、誰がどう打つかって遅れなきゃおかしいくらい。そうあれでね、うん、だから、打ち方もう悪いよね、だからさっき言ったように短尺ドライバーと同じように打ってるってことだよね。うん、あ、いいもん座ってた。いって何これ。いや、腰痛だから。お二人のご意見だから多分、うん、ちょっと違う振り方だから遅れてもいいですよっていう。そうだね、まあ、だから本来はこれで右にこうパッっていう球が出なきゃいけないのを、それを嫌がって多分ヘッドを合わせてるって言い方かな、うん、なんか想像ではね、合わせてるよね。そうじゃないと左に引っ掛けテンプラが出ないよね。で、引っ掛けテンプラだから基本的には多分合わせてる、パカーンって振ってない、うん、出た、パカーンパカーンって振ったら引っ掛けテンプラにはならないから、まあね、もうただの、チーピンとかにはなるかもしれないけど、ただの真上の天ぷらとかね、だからもう、だから本当にダフリ、天ぷらに曲がりなしって言うじゃん。そうですね。だから天ぷらで引っ掛けてるってことは、もうその時点でもうフェイスがこういう当たり方してるってことだ。だ
からちょっと遅れる感覚で振ってみてくださいっていうのは、ちょっと俺の回答だから、うん、僕も遅らせていただきます。トリッキーこれ。逆に痛くなるわ。じゃあちょっと僕叩いてもらうのを見せてもらいましょうか。いいよ、カツーンってやつね。貧弱な男だよ、本当によ。ちょっと前言っただけでさ、雑骨始まったらもうダメなんだよ。雨降るからって言ったもん、これ。いや、雨降るって俺の偏頭痛じゃねえんだから。最後ここにジャス、ここジャンボさんと同じとこじゃん。ああ。いや、本当は頭こうやってるよ、お前は。これね、雑骨だけはね、もう来ちゃうとね。ということで、ハンディ16さんいいかな、これね。ちょっと遅らせるようなタイミングで振ってみてください、うん、ということでね。これ多分そしたらまた違った感覚で振ってもらいたいですね。うん、長尺は遅れなきゃいけないんですよと、本来は、うん、本来は遅れるものなんですよと、うん、いうことだよね、普通に振ったらね、うん、はい、続きまして、天野秀則さん、はい、質問させていただきます。もともとアイアンが苦手なので、はい、1年前にカーボンシャフトの飛び系アイアンに変えました、はい、確かに飛距離も伸び満足でしたが、1年経った今左に行くようになり、かっこ引っ掛けなのかフックなのかドローまで見分けられるほど分かりません、来角調整にショップに行って、はい、ショップに持って行ったら素材が硬く伸びと言われました、はい、クラブは14の TP766、素材はソフトスチール、そこそこ長いシャフトの、アイアンですと、うん、そこそこ長いシャフトのアイアンです。そこでグリップを軽くか、重くか試してみようと思ってますが、はい、とりあえず軽くすればヘッドが重くすればヘッドが軽くまでは分かりますが、うん、その場合の症状をどうなるか教えてください、小暮さんはとりあえず1本試してというのも予想できますが、おう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 、小暮さん競争ならこうするみたいな意見を知りたいです、番号は欲しいですが、そこに満足しそうなので番号はまだまだ僕には早いのでこれからも気になったことを質問させてください、はい、ということですが、もともとアイアンが苦手、1年前にカーボンシャフトの飛び系アイアンに変えたと、はいはい、確かに飛距離も伸び満足したんだけど1年経ったら左に行くようになり、これが引っ掛けなのかフックなのかドローなのかわからない、うん、で来角調整にショップに行ってったら、うん、ここから硬いから無理ですって言われた、そこでシャフト、グリップを軽くか重くか試そうと思ってます、うん、いうことなんだけど、これ軽くした場合、グリップを軽くした場合、まあ、ヘッドバランスが出るわけじゃん、うん、だからそういうヘッドバランスが出るとどういう風になるのか、うん、それともグリップをちょっと重めのに入れるとヘッドバランスが軽くなる、まあ、ちょっとカウンター気味になる、で、それになるとどういう状況が、出るのか、症状が出るのか教えてくださいってことね。まあ難しいですよ、グリップだけで、まあ、そんなにファイブバランスも変わることはないとは思うんだけど、振りやすさ、お前の好きな振り感だ。あとグリップを軽く重くじゃなくて太くするのもありかなと思う。太く何重巻きとかの太くしたらやっぱ手のまた使い方変わるんで。え、答えって違うこと言ってる。軽い重いの答えじゃない。いや、まあでも巻くイコール重くするってことじゃん、うん、だからグリップとかっていうか、もう、まあ、それグリップ太くするっていうのも一つだけど、そうした場合、その症状的にはどんな症状になるのか。太い方がこう使わなくなりますよね、手首を。太い方が、細い方がちょっとこう、僕ちょっとこうイメージね。難しいな。難しいんですよ。だからさ、極論言ったらあれじゃん、その日の体調にもよるじゃん。今日当たるって言ったら当たるしさ、うん、そもそもその去年ぐらいまで、うん、確かに飛距離も出て満足してたけど、1年経った今は左に行くようになったっていうのは、まあ、左に行く要因っていうのはいっぱいあるじゃん。そう、例えばシャフトが硬すぎるとかいうのでも揃って左に行くこともあるし、
これがこの人が分かるようになったらすごいんだけど、うん、まだちょっと自分ではまだ分かりませんって言ってるぐらいだから、きっかけなのかフックなのかドローマー、なのかまで見分けることができませんと、いうことなんだけど、でとりあえず一回思い切って一本やってみたらって。そう、本当だから答えバレちゃってますけど。バレちゃってるけどね、うん、試す、いろんなの試す、うん、だから2本ですよ、あの重いのと軽いの、軽めのグリップのやつと重めのグリップのやつを入れてみて、あと、細い、細い太い、うん、まあ、もうだってどっちにしろだって引っ掛けてておかしいんだから、うん、やっぱ試す時期ですよ。いや、俺ね、まあ、ちょっとこの引っ掛け方もわからないけど、うんうん、もしその自分がこうインパクターで、うん、こうインパクトで合わせて左に引っ掛けてるんであれば、うん、逆に俺ヘッド重くした方がいいと思う、うん、だから軽いグリップの方がいいと思う、うん、俺はね、うん、これ俺の考えね。いいですよ、いいですよ。そうすると、効かし行こうと思っても一瞬溜まるから、うん、で引っ掛けがなくなるかなっていうイメージ、うん、俺もどっちかって言ったらインパクターだから、うん、その時、俺はだから重い方が好きじゃん、ヘッドバランスがあって、総重量がかかる方が好きじゃん、うん、っていう考えのを持ってもいいし、うん、逆に、ヘッド重くして、例えばヘッドをこさせない、押させないというかこう、ね、うん、自分の振ったのと同じようなタイミングでヘッドが来るっていうイメージにして、うんうん、やってみてももらってもいいとは思うんだよね、うん、感覚的に、うん、だからまあ試してくれたよねこれね。いやもうやっぱね、試すのもねゴルフですよ、何でも試してどうなのか、うん、面白いですよね。っていうことでちょっとまあ一本試しをやるのがいいんじゃないかって、はい、ということだよね、はい、ということで、いいかな。